どうしても許せなくて、世間に出してやろうってずっと思ってたんですけど。コラボ相手がちょっと雑魚いんじゃないかみたいな。同時接続者数一枚以下は意味がないんですか。普通に性格終わってるね、本当に。横前へらへらできんね。なんでそんなことをさ、v イチューバのイラスト描いただけのさ。奴に言われなきゃいけねえの。やばいだろ まずはちょっと有名イラストレーターとトラブルになってる方ということで。あもしもし。はじめまして。 ということでまあ有名イラストレーターとトラブルになってるということでイラストレーターの夜宵一先生っていう方がいらっしゃるんですけど、うんうん、名前を出しましたかはいあすみません <laughs> いやまあいいですよダメでしたか、はい、いやまあもうオッケーです<の>はいはいまあフォロワーがね,ね20万人ぐらいいますけどもえ私が VTuber としてデビューをするということになって、うん、あもうデビューしてるんですけど2020年の夏頃に夜宵一先生のイラストでデビューするっていうことになって、うんはい、はい 依頼をしたで2020年の9月頃にまにラフが届きましてはい下書きみたいなのがね届きましたと、はい、そうです細かい修正とか入れてお話進めていたんですけれども、うん、12月31日に納品予定っていうお話だったんですけど、うん、え連絡が来なくて、ま、翌年の1月1日にコミケの関係でちょっと納期が遅れるっていうことでじゃあ12月っていう話だったのに,、はい、に来年の2月3月になっです っていう連絡が急に来たとそうです、うん、結局4月頃にイラストが納品されてもともと4月デビューの予定だったのを、うん、公式のアカウントでもデ「デビューデビューを延期します」っていうのをずっとツイートをして待たせてるリスナーさんにもちょっと目を向けていたんですよああなるほどねじゃあこの人が12月にできるとか2月3月までできるとかもういろいろ言うことによってあなたの方もリスナーさんを待たせる形になってしまったんだ。納期期期が遅れる延期延期っていうのは 3回重なったところでマネージャーとイラストレーターさんを変えるかどうかっていうお話ししたんですけどここまで書いていただいてるしということでま本人の体調も悪いってツイートもされていたので待つっていう選択をしてで5月にその他のもろもろも用意してデビューができたんですけれどもデビューしてからは応援とかしてくださってて夜さん直接やり取りとかもしたり一緒にコラボ配信とかもしてたんですけど。デビュー1週 週間ぐらい経って私が活動してる内容の中からコラボ相手が言い方悪いんですけどコラボ相手がちょっとザコいんじゃないかみたいないう不満をいただいたんですよ一般男性なんじゃないかみたいな <laughs> この数字として夜夜市さんから言われたってことそれははい直接ディスコードで1対1のやり取りで、うん、夜夜市先生からあなたがコラボしている相手がと数字がない人だからメリットがないよみたいな <laughs> おせ な連絡が来たってことですかそうですね、まあ、VTuber の界話としては女性配信者ってやっぱり男との絡みがない方がいいっていうそういう意見があるのも分かるんですよまあ確かにね、はい、v チューバ女性 VTuber のファンってまあ私はその時は、まあ、1対1の会話で「じゃあ了承します」って言って「数字と連、はい、あのザコ配信者とはコラボしません」と「<laughs> 同時接続1万以下は意味がない」って言われたんですよ <laughs> え同時接続者数1枚以下は意味がないんですかすごい方だけどね1万人集めてるって。夜よる余一さんも配信してるの配信者ですね。あその人1一番いるの。余一先生は、うん、配信界隈の中では結構有名な方で。え何人ぐらいなのその人は同説6000人とかは一番におらんやん自分おらんやんけ。一番に今はちょっと分かんないんですけど <laughs> 当時はそれぐらい。その方エイペックスっていうゲームのプロゲーマー でなのでそのと私教えてもらって APEX を個人的なアカウントで一緒にやり取りするようになって APEX のゲームを、うん、この後私じゃなくて、うん、マネージャー宛てに陽一先生からまた私の活動を応援できないっていう連絡が入ったっていうのをマネージャーから聞いて同1万以下のやつととまたコラボしててるからってことそうですねその別のアカウントでしてるじゃないかっていうのを 言われてちなみに今の時間帯同説1万人超えてる人世界で12人しかいないらしいです <laughs> <laughs>、うん、だから1万人超えてると結構すごい方なんだよねマジで <laughs> 以前のアカウントの内容とか見られて日常ツイートとかを取り上げてこの日配信してないのに出かけてるデートしたんじゃないのみたいなえちょっと待って,てそなんでそんなプロデューサー きどりなのこの夜洋一さん、そういう契約なの、なんか僕がイラストいらっしゃやそういう契約はしてなくて。え、この人って男性ですか。いや、女性です。あ、女性なんだ。このツイートの日配信しないのに、何を出かけてるのあなたはみたいな。それが、<ー>その人。 とのデートななんじゃないかってて言われてその数字が取れん男とコラボしてるのは <laughs> そいつとデート、はい、そいつのこと好きなんやろと言われてるとははははいはいはい、はいで、私のことをなんか野放しで遊び放題させとくと、うん、VTuber としてのうまくいかないし、うん、事務所さんにとってもお金の無駄ですよ でマネージャーに対して言ってて、うわはい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 、私のことをなんかこう数字が出なかったら辞めるに違いないとか、<laughs> ってか夜よいつ今俺とコラボできません僕数字持ってる男なんで。<laughs> <laughs> 好好ききななんんでしょだからこの人は好きなんだよね数字がめちゃくちゃゃくそれをななんかなんで私じゃなくてマネージャーに対して言ったのかなって思ったらマネージャーに対するメッセージの中にこのことを私突破って言うんですか私に伝えると良、はい、一さん自身の活動に不利益になる可能性があるから運営からのアドバイスとしてそれを伝えてこいて。 なるほどねはははいはい、はい、ね、だから余一さんは自分のアドバイスをあなたに直接伝える形だと、はい、もしかしたらそれをなんか例えばね愚痴とか、まあ、暴露されて自分の活動のイメージが差が ちゃう可能性があるから、私が言ったことはマネージャーの意見としてあなたに伝えなさい、はい、って命令したわけね。はい、はいはいマネージャーがこのことについて3人でお話しして解決しましょうって提案したんですけど、与一先生からお話すことはないということになって で私がその最終的に余一さんに対して怒りを覚えた部分っていうところがもうちょっと後に出てくるんですけどここじゃないんだ俺はもう相当この時点で嫌だけどね余、はい、一さん、えー、私には VTuber の企業の中ですごい大きい企業のタレントさんの友達がいたんですよ二次三次とかホロライブ的なねあそうそうです、うん、そうです、えー、で、はい、その子と友達っていうことを余一さんが知っていたのでその子との会社との間に何かがあったら 仕事が来なくなったらどうするんだっていうことも言われてどういういことまホロライブさんだとか二次三次さんだとかそういう大きい会社の子なので私がその友達に夜夜市先生からこういうこと言われてるんだけどっていうことを言ったことによってそこからの仕事がなくなったらどうするんだっていうことをすごい言われてしまってそれは実際にあなた言ったんですかその時はまだ言ってなくてマネージャーからこういうこと言われてるんだけどって言われて言って,言ってないけどあの君の友達 私にあの有名な人いるでしょ、あの人に今回のこと言ったら、あの私の方が仕事こなくなるから、はい、やめてねって釘を刺されたってことね。そうですね、それもマネージャー越しに言われて、なんかはい、はい、だから、はい、そうなってしまったら困るから私にその話をするなっていうことを言われて、うん、最終的に、うん、あマネージャー宛てに最後のやり取りになるんですけど、友達からの。 フォローが外れていたからなんか絶対私が有名な人です、ね、有名なタレントさんからのフォローが外されていたから、うん、絶対に私が余一先生の悪口を言ったに違いないっていうのをあーなるほどねマネージャーに言い出して。うん、で、その大衆的にその、の的に うん、マネージャーに対してあれだけイラスト急せかしておいて、うん、まともに活動しない子を入れてる会社がこのままうまくいくとは思わないし事務所としては地雷を踏み抜いてしまったようで真実を察ししますっていうメッセージがマネージャーのところに届いてそれ,それで余、うん、一先生からブロックされて私がでこれが終わりなんですけどどうしても私は私に直接じゃなくて事務所の マネージャーに対してなんかイラストせかしてきたくせにとかま,つまともに活動しないくせにとか地雷を踏み抜いたとかなんかそういうことを言ってきて。うん たのがどうしても許せなくてもうずっとその時からうもう世間に出してやろうってずっと思ってたんですけど、はい、そうやって言われたからなんか見返してやりたいと思ってずっと活動して続けてきたんですけどどうしても引きずっちゃってたんだねはい言いたくななるほどちなみにですねよ夜夜市先生がなんか煽りのツイート今されてましてですね、はい、おひょーお仕事めっちゃ頑張れちゃうねこれは まあ、いいいんじゃないですかねひとまずまあ言うて VTuber のイラストを描いただけに過ぎないはずなのに、はい、なぜかおせっかいのアドバイスをし更にそのアドバイス通りに自分通りにあなたが動かなかったら事務所のマネージャーに言ったりとかあとはまあ、もしかしたらあなたの知り合いだった有名 VTuber にあることないことを言って、はい、その結果 がブロックされてしまった可能性があるってことねそれちなみにその人気の VTuber 本人から聞かなかったのなん、はい、でブロックしたのって友達の方も名前出せないんですけど炎上騒ぎを起こした際に運営含めてルシア？してやったみたいな <laughs> イメージし違いますけど <laughs> <laughs> あ違うとかそういうの言っちゃいけない。あの <laughs> まあまあそういうことがあって。まあちょっとわかんないけど夜余市さん今おられるならちょっと通話とかって上がってもらえますかでちなみにやり取りのトーク画像はもらってます。いやこの人ねまあ数字あるいやでもチャンネル人数6万人僕の切り抜きチャンネルより少ないけど、うんまあ、このようにですね年末バタバタして連絡遅くなってすいません、えー、2月末3月5日締めでも大丈夫ですかとあとは最初のやり取り 聞きたいね最初のやり取りなんか夜陽一さんからなんかい,いろいろひどいこと言われたって言ってたじゃないですかでそこの証拠の画像1枚だけ送ってもらってもいいですか、はい、どこでもいいんでちなみにあなたはなんて名前で VTuber 活動してるか言いたくないあの売名だと思われるい,いえ別に売名とかじゃなくて僕がただ気になったからどんな VTuber なのかなーって思ってでもエイペックスしかしてないんでうん、ああまあまあ嫌ならいいですけどね無理にあの、はい、僕も聞いたりはしない ね、皆さん聞きましたか売名だと思われたくないから、ね、名前を言わないってだ普段僕に「売名いいっすか?」って言ってる人は恥を知れよお前お前これがあの夜洋一さんがマネージャーに言った文章ですね隠されてるのはあなたの名前ねええー、で嫁者は立場が言われたくてますあお金を払ってモデルを買ってるのは嫁者なのでもっと強くがないと野放しは絶対うまくいかないと思いますモデルを買ってるのは事務所ですね、うん、ああ事務所はいこれならお金が無駄になっててもったいない 野放しにしてても、突如者は、えー、数が集まらなかったらやめると思います。あ、まあ、さっき言ってた話だね。で、えー、コラボ相手の、えー、数字が取れない男性、APEX のプロゲーマーさんはおそらく彼氏かと思いますが、<laughs> あれを野放し、もう本当にやばいですと。で、あれだけせかして1か月もまともに配信せず、男とコラボしておいて、なんか前世のアカウント化しましたと、うんあ。それが、うん、活動してないアカウントで、たまに APEX やるようになってたアカウントです。はい、うんだからあんだけ急かして ってそもそも納期が、あのー、12月って言っていたのにもかかわらず3月になりで、はい、結局4月になったってそれはせかすよねって話ね、はい、当たり前だよねそんなんねこれはちょっとおせっかいすぎる気持ち悪いねこれ大して数字持ってないのにいやそれはちょっと私にも刺さりますさあせんこんだけ待って返事来ないってことはまあそういうことやろうなまあなるほどわかりましただおせっかいな人なんだろうね まあ偉そうなこと言う割にはねこういう時にはまあ逃,げ逃げるとまあでも話ありがとうございましたこれを機にね前向いてねあの普通に自分の活動頑張ってくださいはい、はい、ありがとうございます、はい、ちなみにあの<え>普段は何人ぐらいいるんですか配信は15から100ぐらいを行き来してます学校やんけそれ えー、夜夜市さんが遅れましたけど取り上げるのは。あの、僕も内容を確認しないと取り上げられないんで配信中なんでね。えっ、ー、と、実は聞いてました。僕も今聞いて内容を把握しました。えー、なんと夜夜市さんが今配信をされてるんですけど、で、閲覧がまず2000人しかいないです。あんだけ大口叩いてましたけども、1万人以下はカスだみたいな。こっちらの方、なんと笑いながら事実ですと話しておりました。笑いながら事実ですと。まず、笑いながら じゃなくてお前はもともとの約束の納期を自分勝手に他の仕事が忙しかったらいやそっちを優先して納期を伸ばした上におせっかいのアドバイスをしてそれを聞かなかったらマネージャーにえとやかく言うでしかも自分がその暴露されて叩かれるのを恐れてマネージャーの意思ということで相手に伝えろとか訳のわかんないことをしといてよくお前ヘラヘラできんねんやばいやろ普通に性格終わってるね本当にかわいそうでしかないわ わざわざね、本人じゃなくてね、配信で、なんか弁明みたいなのしてる時点でもう、なんとなく見えるけどね。普通、まず本人に謝罪でしょ。ってか、夜夜夜市の信者、キモすぎ、本当に。普通に考えて、あの人がやってる、あの、晒してたんだよね。しかも、あの、この女の子と、なんか男の人しかも、彼氏でもなんでもないのに晒すのないやろ。やばすぎやろ。見てだよ、ちゃんと。1万人の発言は言ってないとか言ってるけど、でしかも、な、ちょっと待って、まあ、一回あの土地社に電話するか。 ももしもしあ、はいえ、夜いじさんにさらされちゃったのあさらされてましたね。なんかこれ弁明の画像とか聞いてるけどどういうさらされ方だったの私がデートしてて匂わせしてるってさあの言われたツイートがあるんですけど、うん、それも一緒にさらしててさらされてましたねはいの。デートしてんじゃんみたいな流れになってたと思うんですけどこん、ね、なね水族館に行ってるんですけどその日。うんちょっと送らせていただいたただ画像 の指かかからななんとか同じネイルだなって分かればはい皆さんねん夜余一さんが彼氏と遊んでんじゃねえかっつって晒してたんですけどこの日はですねなんと女性と水族館に行ってますだから夜余一さんは女性と同性とね水族館から行くわけねえだろうみたいな。で晒してるんですけどね事実確認もしないでいじめのようにね嘘の情報を拡散してるわけですよ。しかも弁 運命配信でで、これで、ね、信者とかが擁護してるのがやばいな。洗脳されてるとしかもうおえんわっていうかさ。さあとさまあ、じゃあ仮に彼氏がおったとして配信しないで、彼氏と1日遊ぶの何がだ悪いの？<laughs> マジでやばいでしょ。別によくね。<laughs> なんでそんなことをさ、VTuber のイラスト描いただけのさ、奴に言われなきゃいけねえのちゃんとね、男と遊んでるみたいな。で、しかも、じゃあ1ヶ月も配信しないで男と遊び放けてるとかだって、まあ、言ってわかるよ、気持ち。お前たったそこら辺の1日2日ぐらいでさ、ごちゃごちゃ言ってんねやと思うけどな。めっちゃパワハラじゃないなんかもう毎日配信頑張らないと、この人は人気になる気がないんだっていう決めつけのもうマジでパワハラやと思うわ。んなにしかも、って名前も出てんの すごいバラされてるらしいですよ。あそこはちょっとマジで、ちょっと触れないでいきたいなと。怖いそう、なんか全部晒されてるやん。まあ、わかりました。でも、まあ、夜洋一さんって、そういう人なんだろうね。結構、私のところにメッセージ来てるんで。まあ、頑張ります。うん、まあ、頑張ってね。まあ、ちょっと大変やろうと思うけど、<laughs> 頑張ってください。はい。 いややまああそう数の暴力でらられるる可能性あるからね、まあ、俺なんかさもう自分にある程度の数があるから数の暴力されることはないんだけどさ、まあ、されたとしても戦えるというかだか一回レベゼン地球とガードマンたちになんか潰されかけた時があって詳しくはメインチャンネルにあるんでね皆さんね見ておいてください。ただ風